皆さんからのご意見、ご感想お待ちしております。それではまた来週です。さようなら。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。あ、どうだよ、最近走ってますか？そうですね、時間があれば今朝走ってますね。うんうん、それで映像番組の企画なんですけど、はい、マラソンをどうしても一回撮りたいなと思っていますが、マラソンだとどうしても走るだけになってしまうから、うん、何か、ね、目標とか立てるといいかなと思うんですよね。そうですね。何がいいかな。あ、わかりました。はい。じゃあ、うん、フルマラソンやりましょう。フルマラソンを頑張って走るということにしましょう。これで決定です。リー・イツゴーのフルマラソン奮闘記。リー・イツゴーが 42.195 キロのフルマラソン完走を目指して日々の練習に取り組む様子をお伝えしていきます。どうしました？いきなりマラソンはちょっときついなと思いますね。ハーフだったらいけるかもしれません。まあ無理ない範囲でやるのが大事なので、うんうん、じゃあハーフマラソン完走までのこれを一本の記録としてまとめましょう。はい。まあ目標あると継続して頑張れると思います。うん、まあこれオクラ映像にならないように練習を頑張ります。はい、はい、頑張ってください、はい。これで企画は決定です。リー・イツゴーのフルマラソン改めハーフマラソン奮闘記。リー・イツゴーがハーフマラソン完走を目指して練習に励む様子をお伝えしていきます。果たして21キロの先にあるフィニッシュのテープを今切れるのでしょうか。リーのハーフマラソン奮闘記、ご期待ください。